はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。ということで今日もやっていきましょう。ポケットモンスターサン&ムーンシングルレーティング、よろしくお願いいたします。ということで今日使うポケモンはこちら、メガフーディン。皆さんももらったよね、あの11月ワクワクテカテカしながらストーリーを進めていって一番最初に手に入れたよね、多分メガ石その俺がメガフーディン、フーディナイトですよ。なぜ皆さんバッグの中にずっと肥やしにしているんですか。僕もつい今日までは肥やしにしていたわけですけど、せっかくだから使いましょうよということでメガフーディンでございます。臆病最速です。CS だったと思います。多分。で、技構成は、一応まあ2ウェポン、最近ね気合玉っていうのは割と標準的なあれなので入れまして、まああんまりこだわったギミックも特になく、あの、あんこ金縛。このあんこ金縛両立っていうのがなかなかメガフーディンの、あの、得て妙なところで、これをうまく使いこなせる人はメガフーディンめっちゃ向いてるんですけど、まあこういう動き方、トリッキーな動き方なので、なかなかね、そもそもやる機会がないですよね。だから向いてる向いてないっていうのはちょっとぜひ皆さん風に作ってみてやってほしいって感じです。僕もあのこういうギミック割と苦手なので、まあ、そういったところでうまく立ち回れたらいいなといった感じではございます。はい。まあ言うてまた今世代からね、こういうあの天敵ポケモンが生まれてきてしまったメガ風鈴なので、あの前作ではファイアローにやられ、今作ではミミッキュにやられるのが目に見えているので、ちょっとまあ相方にテテフ連れてきて、でテテフ風鈴、テテ風鈴っていうのがあるので、一応それで使っていこうかなと。でテテフ入れるんだったらジャガモス、ウルガパルでいいよねっていう。で、ミミッキュ嫌なんで、ミミッキュキラーみたいな。そんなパーティーです。割とこのパーティーはね、メガフーディン軸で考えるんだったら、俺は個人的に結構いいパーティーかなって思ってます。まあ、ウルガパルのどっちかをこう、地面透かせるポケモンにするとよりいいかなって気はしますけどね。はい。といった感じで、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。なんか強そうですね。ゴリゴリ物理で攻めてきそうとか言いながら、若干、ボーマンダが特殊なんじゃないかっていう、そういう匂いを漂わせていく昨今。なんか、向こうも向こうであれですよね。テテフの恩恵、もろにもらいたい感じしてますよね。そうですね。そうですね。これ誰から入るのが綺麗なんだろうな。これどうなんだろう。メガフーディンから入るのもありっちゃありですよね。ありっちゃありなんだけど、テテフから入ってもいいのかなぐらいな気持ちではあるんですけど、でも初手ミミッキとか来られちゃうとあれなのか、フーディンとかきついのか。だったらパル、でもパル投げると今度、あれですよね、初手エンペクラ来られちゃうとだいぶ辛いところがあってっていう、そういうところで、ドリュから入るのが一番綺麗ですかね。ドリュから入ってて、フーディンは選出確定。で、どうしよっかな。ウルガかパルか。パルか?パルかな?パルっぽいっすかね。パルで、やっていく感じになりますかね。はい。対戦よろしくお願いします。まあ、どっちにしろ、かな。初手、で、これで初手マンダとか来られちゃうとちょっと苦しいですね。悩んだ挙句、初手は割と、相手も多分、こういう時って相手もそんな感じだと思うので、どうかなってところもあるんですけど、エンペー、まあ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 、まあまあ、まあまあ五分、まあ五分。まあ五分、どっちとも言い取れないみたいな、そんな感じはしますけど、さあも、ただ問題はここで何打つかなんですよね、実際問題。まあでも、自信でいいんじゃないかな。まあ普通にマンダで出てきたとしても、まあそれはそれでしょう、みたいな。自信、あ、通る。シュカーでシュカーマジか。急所シュカー。ま、シュカマジか。え、悪事あるよね。悪事ありますよね。シュカでシュカ嘘。いや、まあ、あるけどね。あるよね。エンペルシュカはまあまあある方だけど。え、その木の実、第7世代で持ってる人いるんだね。はあ、そうっすか。マジか。メガフーディン進化行くぜ。素早さは誰にも負けないからな。150族の強み。さあ、トレースして。激流。何の意味もない。
さあ、悪事は持っている。悪事持ってるんで、結果的にこっちを投げざるを得ない。まあ、とりあえず最近で落とす。この微妙なダメージ量が果たして後続にどういう風に影響を及ぼすのか、そこは全然わからないですからね。さあ、何から来るか。ミミッキュ来られちゃうと、いや、ミミッキュ来られる分には大丈夫。マンダー、マンダー、マンダーどうする？これ一回バックは全然あるよね。マンダバック、ここフーディンバックは全然あっていい。全然あっていい。あっていいけど、いや、あっていいけど、いや、しない方が、得感ある。どうなんですかね。メガボーマンダはさすがに落ちないとは思うんですけど、ただ普通のエースとかだったら、だいぶ綺麗に、綺麗な立ち回りはできるんじゃないかなって気はしますけど、どうですか？おいしょ。コット！コット！何それ？え、硬すぎでは HD マンダとかマジで。え、全然マジ、え、マジ HD マンダ臭いんだけど。秘密の力ってしかもなんだよ。秘密の力ってなんだよ。HD マンダだから麻痺入れようみたいなそういう話ですか、きっと。悲しば。何それ。はい。で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 。跳ねえ。跳ねえ。跳ねしちゃう。ほう。跳ねしちゃう。跳ねしちゃう。あんこする。あんこする。はい、あんこする。あんこする。跳ね休め連打する。これさ、跳ね休め、ちょっと待って、金縛り状態の時に金縛り打ったらさ、どうなるんでしたっけ？ちょっとそこまでわか、ちょっと待って、わかんねえ。ちょっとどうしよう。え？この状態で金縛打っても意味ないっすよね。意味ないっすよね、確かね。意味ないっすよね、多分。で、ちょっと待ってね。なので、そうっすよね、そうっすよね。で、ここパルですよね、パルですよね。そう、あんこ金縛っていう、超絶、超絶意味不明な、あれがあるんですよね。パル投げて、はい。羽休めしてきて、満タンで、相手の金縛が解けるけど、まだアンコール状態は残っているので、もう一回羽休めせざるを得なくて、完全にパルの起点になっていて、で、ラス1が、まだたまらず引っ込めざるを得なくて、ドリュー、マジかドリューかー、いや、ドリューなら勝ちじゃないか、これ。ドリューなら勝ちですよね。勝ちましたよね。大丈夫っすよね。大丈夫っすよね。勝ちですよね。勝ちっすよね。なんかめっちゃ不安なんだけど。え、つらら。いや、勝ちですよ。え、ドリュー、あ、大勢ありがとうございました。よし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 。すごっ！むずっ！メガフーディン。メガフーディン難しいけど楽しいっすね。はい、対戦よろしくお願いいたしまーす。うん。どうしよっかな、これ。これなかなか、いやらしいですね。これ初手パル？初手パルなんていう、わけわかんないことします。ミミッキュから入るのも手っちゃ手ですか？いや、そんなことはないですね。ガモスですかね？いや、でも月光いるのか。あ、月光もいるんすね。あー、ちょっと、なかなかややこいね。なかなかややこいっすね、これは。なんかでも普通にガッサガラ入ってこれ相関はあるので、こうかな。リザフーディンで見て、で、フーディンで見れなさそうなのが、まあ、クレセは見れないじゃん。で、月光は、あれですけどね。月光の技次第っていう部分はあるんですけど、っていうところなので、って考えるとラス1は、ガモスかな？ガモスかミミッキュか？どうなんですかね。でもさ、ミミッキュいるパーティーにクルセリアとかさ、投げられなくないですか。なんか、俺の感覚なのかもしれないですけど、投げられない、投げたくないんですよね。僕個人的にも。どうしよう。まあ、ミミッキュか。まあ、ミミッキュか。いきますか。対戦よろしくお願いします。なかなかね、なかなかこう、
セオリー通りにいかないのが、この1500台、1600台の別の意味の難しさがあるんですけど、まあ逆に収録がしやすいからこそ、この1500、1600台に僕はずっと居座ってるっていうのはあるんですね。うん。いろんなポケモン使いたいから。でもだいぶそろそろあれですよね。ジバコ、だいぶあれなんですよ。あ、風船で浮いてない、オッケー。オッケーだよー。ね、大丈夫だよね。オッケーだよね。バックリザはバックミミッキュかなんかでどうにかするしかないかなってところですか。まあそうっすね。どっちにしろバックミミッキュかな。クレス出てこられちゃったとしても、そうっすね。どっちにしろ一番まあこうでしょうね。まあ普通にバックでしょうけど。あ、通る。お、ぶねえ。マジで？え、マジ？え、じゃあ何？え、クレセもリザもいない？クレセもリザもいない？タスキじゃないよね。タスキなわけない。あ、でもタスキアナライズでもないもんね。じゃあクレセもリザもいないんだったら、すっとガッサも多分先手で飛んでこないから、もうラスに月光、月光バンギじゃないんですか、そしたら。あ、クレセいる。したら、どうしようかな。ちょっと悩ましいですね。ドリュー取っといてもいいし、取っとかなくてもいいしぐらいなんですよね。メガフーディンか。なんか、メガフーディンでも全然良さそうかあるけど、一回ちょっとミミッキュバックします。なんかちょっと強気すぎますかね。一回、フーディンでクッション挟んだ方がいいかな。ちょっとさすがにクレセ舐めすぎか？ドクドク！型破り知らない？違うか？え？ちょっと待って、そうじゃない。そういうわけではない。そういうわけではない。ん？剣舞。まあ、交換読みドクドクは全然打てるタイミングなので、まあ、なんか逆に言うとこっちのスカーフがバレてるのかな、みたいな。そんな感じもしなくもないですよね。トリックルーム、トリル、バンギ？トリル、いや、ピンかな？ピントリルかな？ピントリル感ありますね。ピントリル感あるので、ここどうしよっかな？もう一回剣舞しても全然いいんですけど、あ、でも先手取られてるからシャドクロ影打ちかな？がいいかな？レビー、そうっすね。で、まあ、氷の心配が全然ないので、これはありがたい。で、トリル打ってきたってことは、いや、でも多分ラス1トリル打ったとしてもって感じだと思うんですけどね。これですよね。これはミミッキュを褒めるべきなのか、クレセを褒めるべきなのかですけど。お盆！え、でもクレセ持ってる時点で過去作やってるんですよね。え、影打ち落ちるよね。落ちる。メガガルーラーはゴツメで止まりますっていう、そういう話があったじゃないですか。バンギか。多分、それに、付随する話だと思うので、多分、やっぱ、なんか、クレセのゴツゴツメットってあんまり、ああ、刺さらないな、みたいな雰囲気漂ってたんですよね。そう考えると、お盆の実は悪くないかもしれないですけどね。ゴツメガッカじゃなくて、すいません、玉でした、今日のミミッキュ。で、いや、ここまで行かれちゃうと、ぶっちゃけミミッキュの役割ないんですよね。剣舞詰めないし、どうせクレセの前で。で、なので先手も取られちゃってるし、バックで、まあ、岩技突っ込まれてきて、トリルのターンがあと何ターンですかな？ 2 ターンなんで、ね。いや、意外とピンチなんですよ、これ。意外とピンチなんですよ。いや、ドリュー取っとくのが多分本筋かなっていう気はするんで、ミミッキュ捨て、フーディン捨て、かな自信っすね、そうっすね。なんで、しかなさそうっすもんね。うん。で、バンギどうしよう。で、
ちょっと悩ましいっすけど、ただここは相手絶対ツッパなので、ワンチャン自信耐えさえすれば、気合ボールがぶち込むはず。さあ、耐えるのか。そう、メガフーディンの耐久全然過信してないんですけど。もうそんなにペラペラ、物理耐久はね、もう物理耐久はもうないに等しいですからね。無理。さすがにね。さすがにそれは無理。いや、守るがあれば、守るがあればなーってやつですよね。守るがあれば、どうにかなってるんだろうなーみたいな。さあ、どうしよう、ここ、ちょっと待って、クレセのさ、体力どれぐらいでしたっけ？クレセの体力、4割ぐらいっすよね。3割5分4割ぐらいっすよね。これね、自信なのかドリルなのかって結構キワいんですけど、月ピカ連打されたら負けか？地震で落ちないんだと、落ちないと思うんだよな、クレセだから。いやー、クレセはね、ドリル安定なんですよ。どうしようかな。アイヘ3割狙いに行くか？いやー、アイヘ3割狙いに行って、バンギに落とされて本末戦闘みたいな。いやー、落ちると信じる。いやー、落ちないかな、あれ。いやー、落ちなさそうなんだよなー。そもそも落ちねえかもなー。クレセはマジでわかんねえなー。ちょっとこれはわからない。でもどっちにしろアイヘ3割引けなかったらってこと考えると、結局はどの3割を引くかですもんね。ドリルの3割を引くか、ドリルの3割の引くか、アイヘのひるみの3割を引くか、自身のコーラン数を引くか。うわっけ、よっしゃ、危ね。大戦ありがとうございました。よかった、自信で。よかった。いやー、舐めたらあかんですからね。クレセリアは、本当に。いやー、ちょっと2戦目クッションになっちゃいましたけど。でも、なかなかね、頭使って面白いっすね、メガフーディンは。ほんと、なかなかね、面白さは、際立ちますよ。素晴らしく面白いポケモンだなって使ってて思いました。なんか特にアンコカナシバをうまく活用できれば、なんか相手手に取るようにいけるんで、バレてないところも多少ありますからね。メガフーディあんまメジャーじゃないので。うん。なので、ぜひ皆さんもよかったら、せっかくもらったメガフーディナイトをね、使ってあげてください。次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。コログ集めをしている裏で何を見ているかというと、実は旅動画を見ているんですよね。豪華客船に乗って旅する動画とか、日本一周する動画とか、いや、なんか夢があっていいなっていう風に思う行動力は僕にはない。あったかくしてみろよ。